新参者のジジイは仕事しとけよ。グアム旅行来るなよ。50歳になってから訳あって転職した俺。だけど転職先の会社の社員旅行でグアムに行く予定だったものの、俺だけ搭乗券がなかった。そう、年下の社員にはめられたのだ。どうやらこの年下の社員は俺のことをただの平社員だと思っているらしい。そうだよな、知っていたらこんな行動するはずもないもんな。自分の首が飛ぶことになってしまうのに。俺の名前は高橋さとる。もう50歳になる男だが、訳あってこの年で転職することになった。引っ越し作業や様々な書類の手続きなど、ちょっとばかり面倒なことが重なって、転職から1週間くらいは疲れる日々を過ごした。それから1ヶ月弱が経過。新しい住まい、新しい環境、そして新しい職場にも慣れ始め、俺の日常は安定してきていた。この数日間、仕事で、まあ語るほどじゃないのだが、いろいろとあった。だがそのことも新人の俺にとっては良い刺激になった。こんな風に新生活にはおおむね満足している。50歳を迎えてからの転職だからか、俺に仕事を教えてくれるのは年下の先輩ばかりだ。若い人材が多くて皆に活気がある。多くの先輩たちは俺の実力を認めてくれ、頼りにもしてくれた。そんな彼らに負けじと俺も前職で培った経験を礎にして充実した仕事をしていた。しかし、そんな俺の生活の中に一点だけ暗い日陰が存在する。新しい職場で俺の直属の上司にあたる人物、課長の加藤優太だ。わずか32歳にして課長に就任した有名私大卒のエリート社員である。スピード出世が彼のプライドにもなっているようで、50歳で平社員として入ってきた俺を目の敵にしている。シュシュの申請はなかなか通してくれないし、書類承認の際もやたらとケチをつけてくる。とにかく俺を気に入らない様子で、ジジイ新人なんか使えないと彼からの評価は常に最底辺にとどまっている。そんな彼が肩書きに見合うほどの上司、有能な社員なのかというと、はなはだ疑問が残る。態度は横暴で、お気に召さないことがあるとすぐに怒鳴り散らす。思い通りにならないのが嫌なタイプなのだろう。高すぎるプライドがそうさせているのであろうことは想像に難しくない。とにかく自己中心的な人で、嫌な仕事を部下に押し付けてくることもある。手柄を横取りする手際に関しては社内の誰よりも長けているとのこと。前々からそういう人物だとは聞いたことはあったが、とりわけ最近は激化しているようだ。おそらくバカにしてこき使うことのできるジジイ新人が来たからだろうな。実際のところ、俺の抱える業務量とその内容は課長職を自称してもいいくらいだ。では当の課長は何の仕事をしているのかといえば、これまた呆れ返る。彼が夢中なのは書類でもパソコンの画面でもなく、スマホなのだ。課長、何をされているのですか？会員がそう暗に指摘しても、うるさい、調べ物だの一点張りで、全く改善は見られない。一度彼のスマホ画面を覗いたことがあるのだが、映っていたのは複数の大型ロボットが戦っているアニメーション動画だった。この会社ではロボット産業に関わっていないし、アニメーションや脚本とも関係ない。どこが調べ物なのだと、そう心の中で憤慨するカインは俺だけではないと聞く。こんな調子であれば当然、俺も含めて彼の部下たちは
業務を背負いきれなくなる。毎日のように残業していて、そろそろ西に沈む夕日が恋しく思える。それでも課長は必ずと言っていいほど定時に退社する。定時退社すること自体は悪ではないし、むしろ推奨されるべきあり方だ。しかし、加藤課長の場合は違う。ただスーツを着て事務所にいるだけで、やっていることは家での休日と大差ない。じゃあ、俺は帰るからな。しっかりとやっとけよ。特に新人のお前はな。時刻は18時。今日も一足先に帰るようだ。他人に向かって人差し指を向け、俺に名指しで言う。本来なら手伝ってもらいたいのだが、この人に限ってはいない方が効率的だ。はい、お疲れ様です。俺も他の会員も彼を引き止めようとはしなかった。32で課長になるのだから、もっとしっかりやれば、さらなる昇進も夢ではないだろうに。状況を見かねた俺は、課長以外の先輩たちと協力し、業務効率の向上を試みた。まずは近年のペーパーレス化に準じて印刷物を少し減らした。無駄なファイリング時間やファイルした書類を探すだけの時間を削ることに成功。次に無駄な打ち合わせを廃止した。だらだらと小さい報告をするだけのために割く1時間は大いに無駄だ。すぐにやめ、社内メールで会員各位に共有するだけにとどめた。この調子で俺たちの仕事はどんどん効率が良くなり、次第に残業時間は減っていった。最初に効率化を提案したこともあり、嬉しいことに俺は諸先輩方から感謝された。が、それを面白く思わない人物が一人、言うまでもなく加藤課長だ。効率化について最初はノータッチだった課長だが、発案者が俺だと知るなり、手のひらを返したように否定し始めた。勝手なことするな。すいません。しかし、あのままでは皆さんの体が持ちません。うるせえ。疲れるほど働いてなんぼだろ。楽しようとするな。自分は疲れていないし、働いてもいないくせによく言う。いびりに抵抗するのも疲れるし、時間の無駄だ。俺はそのまま何も反抗せず、ただ謝るだけ謝って仕事に戻った。俺がこの職場に来てから1ヶ月半ほどが経った。ありがたいことに歓迎会も兼ねた社員旅行が実施されることになった。目的地はグアム島で、申請すれば家族の参加も認められるそうだ。課長、こちらの承認をお願いします。社員旅行の家族同行申請書です。分かった。俺が書類を差し出すと、課長はそれをピシッと奪い取るように取った。その時もまたスマホを見ていた。鑑賞を邪魔されたことにイライラしているのだろう。こいつは俺から部長に渡しておく。ありがとうございます。一体なんだ？珍しくすんなりと承認をくれた加藤課長に驚いた。課長？なんだ？人の顔じろじろ見てねえで、どっか行け！はい。その時の彼は何やらニヤニヤと不敵に笑っていた。社員旅行当日、妻のサラを連れて集合場所へ。空港のゲート前に集合し、そこで航空券を受け取る手はずになっている。元気かな、お父さんたち。ざわざわと人の声がする中、両手いっぱいに袋を持つサラに問いかけた。何を隠そう、妻のサラはグアム出身の日系アメリカ人なのだ。事情があってグアムで暮らしていた時に彼女と出会って結婚した。大丈夫よ。この前メールが届いたの。パパが中心になって村のフィエスタを盛り上げたんだって。
嬉しそうだったもの。フィエスタはグアムでよく行われる村祭りだ。守護聖人を祝うために開催されており、地元の祭りでありながら観光客でも気軽に参加できるのが魅力的だ。そうか、元気そうで何よりだな。ええと、サラの親類について話しながらゲート前へ。すでにほとんどの参加者が集まっており、同じ課のメンバーもいた。あ、おはようございます、高橋さん。声をかけてくれたのは先輩の田中さん。一昨年に入社したという新進気鋭の若手社員だ。ええ、おはようございます。航空券は加藤課長が会員みんなの分を管理していますよ。そうですか、では受け取ってくるとします。加藤課長はゲート近くの休憩スペースにいた。相変わらずスマホに夢中になっており、例のアニメーション映画をまじまじと見ていた。課長、おはようございます。あ、ああ、なんだ来たのか。え、来たのかとは。あいにくだがな。映像を一時停止し、同行申請を出した時と似た笑みを浮かべて続けた。お二人さんの分は用意してないんだよ。え？俺が眉を潜めると、加藤課長はさらにニヤニヤし始めた。それはどういうことでしょうか？両親に顔を見せるのだと楽しみにしていたサラが問う。同じ疑問を抱いているぞと、俺も課長へ目線を向けた。言葉通りの意味さ。サボりまで新参者のお前がいけるわけないだろ。課長、それはあなたの方だろう。危うく言いかけたが、ここで揉めて今後に響くと厄介だ。それにここは公共の場所、会社名もどこかに掲げられているだろうから、悪目立ちはしたくない。おっと、もうゲートを通る時間だ。残念だったな。普段サボってる分、じじい新人は会社に帰って黙って働いてろ。呆然とする俺とサラを嘲笑いながら、加藤課長は搭乗ゲートへ向かった。取り残された俺とサラ、話し合いの中で個人的にグアムへ行くことを提案した。旅行用に休暇を取ってしまったし、加藤課長の言う通り会社に行っても閉まっているだろう。無理に入れば漏れなく警備会社のお世話になる。そうね、自力で行くのがいいわ。パパたちへのお土産も買っちゃったし。じゃあそうするか。当日券を取れるか聞いてみるよ。俺としても久しぶりに義理の両親に顔を出したい。それに本来社員旅行の2日目には重要な用事があった。加藤課長は知らなかったと見えるが、決して行かないわけにはいかない。10分ほど列に並びカウンターへ。すいません、今日のグアム行きで2席空いていますでしょうか。はい、確認いたします。姿勢よく丁寧な物腰の女性がパソコンのキーボードをパチパチと叩く。何度かマウスでクリックをした後、また俺を見た。お待たせいたしました。空きはございますが、こちらビジネスクラスでのご案内となります。ビジネスクラスか、旅費が少しかさむかな。ま、せっかくの休暇だし、よしとするか。ちょっとぐらい奮発して、大いに楽しんでやろ。え、その席でお願いします。かしこまりました。なんとかグアム行きの当日券を入手。俺とサラも社員旅行の次の便でグアムへと飛び立った。ビジネスクラスでの空の旅は想像の何倍も快適だった。長時間座っていても疲れない良質な椅子。他の席よりも広い一人一人のスペース。むしろ自費で乗ってよかったかもしれない。ごめん、ちょっとトイレに。ええ。出発してから1時間半。コーヒーをいただいていた俺は、どうしても我慢できずに席を立った。
案内標識に従ってトイレへたどり着いたのだが、使用中だった。近くで数分待っていると流す音が聞こえた。やれやれ、やっとか。ガチャッと鍵が開き、男性が出てきた。お待たせしてすいません。あれ、高橋さん？ん？あ、一郎じゃないか。現れたのは転職前の後輩、一郎だった。まさかここで会うとは思っていなかった手前、お互いに驚いた。どうしてこんなところに？休暇で家族と日本に行っていましてね。これからグアムに戻って仕事ですよ。そうだったのか。俺も休暇でな。妻の実家に挨拶でもと思ってるんだ。まあ、日本に移ったのはついこの間だけどな。あれ、休暇なんですか？父さんからは社員旅行でグアムに来るって聞いてましたけど。ああ、聞いてたか。実はこの一郎、元いたグアムの会社の隷属なのだ。彼と親睦が深かった俺は、当然彼の父とも縁がある。その社長と今の職場の社長にもつながりがあり、俺はそのつてで日本に呼ばれたのだった。まあ、隠すことでもないかと俺は一郎に事情を話した。それは大変なことになりましたね。おいおい、笑い事じゃないぞ、まったく。いや、すいません。しかしその加藤課長とやら、どうなりますことやら。そうだな。加藤課長の話を聞いた一郎が大笑いしたのは、どうして俺が日本に呼ばれたのか、その理由を知っているからだろう。あれ、じゃあ懇親会はどうされるんですか？確か社員旅行の2日目に開かれるんでしたよね。さあどうしようか。課長のおかげで俺は今休暇中ってことになってるはずだからな。はてさてどうしたものか。おっと、俺はトイレに来たんだった。ああ、引き止めてすいません。とりあえず用を足し、問題についてはまた後で考えよう。事態の解決策は思いつかないまま、飛行機はグアムの空港に到着。サラと一郎を連れており、コンベアに乗った荷物が来るのを待っていたその時。おや、高橋じゃないか。わざわざ自費で来たのか。かわいそうなやつだ。それはどうも。なんだ、まだ空港にいたのか。いつも通りの見下ろす態度だが、今は特段腹が立つな。ま、お前のホテルも飯も用意されてないから、せいぜい自分で何とかするんだな。言いたいだけ言った加藤課長は、ケケケと笑いながら社員たちの方へ戻っていった。近くでその様子を見ていた一郎は必死に笑いをこらえていた。だから笑うことではないというのに。荷物を取って30分ほど一郎と話していると、サラの叔父が車で迎えに来てくれた。一郎とはここで一旦お別れだ。じゃあまたな。よかったらお前の奥さんも含めて4人で食事でもしよう。そうですね、明日の夕方にでも。ああ。最後にもう一度手を振り、車に乗り込んだ。目的地はサラの実家だ。その夜、親戚が集まってガーデンパーティーを開いてくれた。たった1ヶ月半だが、娘が国境を越えて離れるのは寂しいようだ。義父も義母もサラとの再会を喜んでいる。おー、おいしい。やっぱりこの味だ。日本にもビールはあるでしょ。キャッキャッと盛り上がる3人を見ながら、俺はサラの弟とビールを飲んだ。あるにはあるけど、どうも口に合わなくてな。こっちでの暮らしが長かったからかな。そうなんですね。よかったらうちにあるビール持ってってくださいよ。いいのか？もちろん。あ、でも量には気をつけてください。規定の量を超えるとお金取られますから。ああ、わかったよ。話も酒も進み、いよいよほろ酔い気分。
パーティーにおいて一番楽しい時間だ。だが、その音はそんな時間に水を差す。あれ？電話だ。右ポケットに入れていた携帯を出すと、画面には加藤課長の文字があった。気乗りしないまま仕方がないので出ることに。もしもし、高橋ですが。おいお前、今どこにいるんだ？さっさとアレインホテルに来い！ものすごい剣幕で思わず耳から携帯を離した。なぜです？あ？なぜもヘチマもあるか！申し訳ないですけど、お断りします。断るだと？何のつもりだお前！私らを勝手に不参加にしたのは課長でしょ？今は休課長なので、失礼します。おい、ま！まだ何か言おうとしていたが、これ以上邪魔されるものかと無理やり切断。その後も複数回かけ直してきた。あまりにしつこいので、着信拒否に設定させてもらうことに。そんなことを忘れてしばらく楽しんでいると、再びポケットから音が響いた。無視しようかと思ったが、そういえば課長は着信拒否にしたはずだと思い出し、画面を見た。あれ？画面に表示されていたのは、近藤社長の文字。近藤銀次さん。転職した先の社長で、一郎がいる会社の社長と親しい人物。グアムで実績を積み続けた俺を気に入り、自分の会社に引き抜いた人だ。御年70歳で、そろそろ隠居したいとのことだ。はい、高橋です。ああ、近藤だがね、加藤君から聞いたのだが、休暇中というのは？申し訳ございません。私も社員旅行に参加しようと空港に行ったのですが、加藤課長の企てにより、俺とサラは不参加にされていたこと、個人的にグアムに来ていること、今はサラの実家でパーティーをしていること、ことの経緯をすべて説明した。そうだったのか。すまない、迷惑をかけたね。いえ、近藤社長は何も。とりあえず今日はこのまま妻の実家で過ごします。ああ、それで構わないよ。懇親会には顔を出しますので、明日はよろしくお願いします。待っているよ。時間と場所はわかるかい？ええ、存じております。わかった。それじゃあ、明日は頼んだよ。大事な大事なお披露目だからね。はい。何度か挨拶をして電話は切れた。やれやれ、まさかこんな形で加藤課長のことが社長の耳に届くことになるとはな。翌日、俺とサラは公園前で一郎夫妻と合流。タクシーで目的のホテルへと向かった。おお、すごいな。観光地であるグアムは様々な人間が訪れる。大富豪や有名人、一般人まで十人十色だ。その中でも大富豪向けに作られたのであろうこのホテルは、どこを見ても絢爛だ。高価そうな芸術品が平然と飾られている。立っている人の佇まいや机椅子に至るまで、何もかもが美しい代物であった。ここのディナーを予約してありますから、大事な懇親会の前哨戦としては十分かと。そうだね。懇親会まではあと2時間。食事をしてから懇親会の会場であるここの最上階に行くには十分ゆったりできる時間だ。優雅な食事を終え、エレベーターで最上階を目指す。料理は絶品でいい思い出になった。同じ課の先輩たちとも一緒に食事できればどれだけ良かったことだろうか。いよいよですね、高橋さん。そうだな。年がいもなく緊張してきたよ。仕方ないですよ。何せ高橋さんは時期、チンとベルが鳴り、最上階に到着したことが知らされる。ドアが開き、ざわざわと社員たちの声が聞こえてきた。
やっと来たか高橋。高級なホテルの雰囲気にまるで似つかわしくない男、加藤課長が怒号とともにこちらへ駆け寄ってきた。お前、昨日はよくも俺の電話切りやがったな。鬼のように顔を歪ませた課長、激しく憤慨していて言葉の半分近くは聞き取れない。休暇中だったものですから、勝手なこと抜かすな。第一、何なんだその態度は。それが上司に対する接し方かよ。俺の返事の有無にかかわらず、課長はギャンギャンわめいている。興奮した彼は気づいていないようだが、他の社員たちは白い目を向けている。お前がいないから俺が叱られちまったじゃねえか。出世に響いたらどう責任取ってくれるんだ。加藤さんでしたっけ。もうやめたらどうですか。こんな美しい場所でバカ騒ぎするのは。ああ、おかしい。ついに我慢が決壊した一郎、恐ろしく流暢な日本語でもって加藤課長を笑った。うるさい、そもそもお前は誰なんだ。部外者は黙ってろ。ほらほら、その怒鳴り声ですよ。おいおい一郎、騒がしいだけじゃない、女性陣が萎縮して。黙れと言ってるんだ。一郎が口を開くと、加藤課長は右足を何度も床に叩きつけた。その姿はさながらおもちゃを買ってもらえずに地団駄を踏む子供のようである。いいか高橋、ちょっとでも俺の出世コースを傷つけてみろ。その時は俺の顔面に人差し指を繰り返し突きつけながら、課長は恨み事を放つ。そこへ、いや、ここにいたのか高橋くん。課長の背後から静かながらも強い声が聞こえた。社長。現れたのは近藤銀次社長だ。まずいところを見られたと加藤課長は大騒ぎで姿勢を正して笑顔を作った。こんばんは社長、昨日は申し訳ございませんでした。いやいや、こちらこそすまなかった。それに今日も休暇中だというのにわざわざ来てくれてありがとう。我が社の。横に立つ加藤課長には目もくれず、近藤社長は少し溜めてから言った。次期社長殿。え？次期社長。現社長が俺にそう告げると、課長の肩から力が抜けた。何が起きているのかわからず、ただ唖然としている。加藤君？はい。心配しなくても、君に出世はありえないよ。そうとだけ言い放ち、近藤社長は会場へと向かっていく。俺たち4人も彼に続いて会場入りした。先ほどまでの騒がしさが嘘であるかのように加藤課長は静かになっていた。ただ口をパクパクするだけで何も言葉が出てこない様子であった。懇親会が始まった。会社の役員たちがそれぞれ挨拶をして、次は現社長の番。俺も緊張が増してきた。いよいよね。ああ。俺の緊張を察してか、左隣の席に座るサラが小声で話しかけてくれた。そっけない返事になってしまったことはどうか許してほしい。我が社の社員の皆さん、本日は海を越えたここグアムまで。近藤社長の前置きから始まるが、俺はそれに耳を傾けるほどの余裕を持ち合わせていなかった。そしてついにその時は来た。したがって私近藤銀次は社長の座を退き、会長として会社を見守っていくこととする。驚きの声と拍手とが混在する。それらが少し収まると近藤会長は続けた。私の後を継ぐ新社長ももう決まっている。段を上がってきたまえ、高橋悟君。はい。力強く、
かつ気品のある声で返事をした。我ながら歩き方が硬いのではないかと心配になる。高橋くん、一言頼むよ。マイクを手渡された。それを受け取った俺は会長の右側に立ち、集まった社員を見渡した。よかった。みんな受け入れてくれているように見える。会場の隅の席で一人座る例外も発見したが、俺は前に向かって未来を口にする。ご紹介に預かりました、高橋悟です。この度、近藤会長の後継ぎとして、社長に就任させていただく運びとなりました。会社のますますの発展を目指して進んでいく所存です。皆様、よろしくお願い申し上げます。会場全体に拍手が響いた。自分でも驚く。まさかここまで歓迎されるとは思わなかったからだ。たかが1ヶ月半前に転職してきた50の男がいきなり新社長になる。もともと次期社長としてグアムから日本に呼ばれたとはいえ、そんなことを知っているのは上層の人間だけだ。ありがとう、新社長殿。今後は彼と共に会社を大きくしていってほしい。それから、え？会長の話はさらに続くようだ。打ち合わせと異なる展開に思わず声が漏れてしまった。こんな時に厳しい話をするのもなんだが、会社の発展を妨げるような、みんなの足を引っ張るような人間は我が社には不要だ。帰国したら辞令を出すことになるだろうから、今は旅行を楽しんでおくように。以上。会長と共に社員一同へ頭を下げ、壇を降りる。その最中で見た加藤課長は、額に右手のひらを当てて震えていた。親の仕事の都合で、俺は昔から海外での生活が中心だった。中学までを中国で過ごし、アメリカで進学して高校と大学を卒業した。語学力を生かしてそのままアメリカで日系企業に就職。同じく語学力を生かした営業活動は俺だけの強みになり、成績は常にトップだった。売上を伸ばすための講演会を頼まれることもあった。そんな俺に声がかかったのが数ヶ月前のことだった。グアムの社長の筑波の友という日本企業の社長、近藤銀次さん。彼はもう70歳になり、そろそろ隠居を考えていると聞いた。しかし、後継ぎが見つかっておらず困っているようだ。そこで、俺が近藤社長の後継ぎとして推薦されたのだった。いきなり社長をやれと言われても、俺はその会社の内情を詳しく知らない。加えてプレッシャーも大きい。そのため1ヶ月から2ヶ月ほど平社員として過ごすという条件をつけた。近藤社長はそれを心よく認めてくれて、俺も同意して転職に至ったのだ。結果的にはそれで良かったと思っている。おかげで加藤課長のような人物をあぶり出すことができたわけだからな。懇親会の前夜、俺に電話した近藤社長は加藤課長に関する報告を聞いた。彼を呼び出し、俺がいない理由を問うたところ、彼は自分の都合のいいような言い訳ばかりを繰り返したという。これに立腹した近藤社長だが、同時に加藤課長も俺に怒り、責任転嫁していたようだ。俺が怒られる筋合いはないのだが、まあそれはともかく、その時点で課長の処遇をどうするかは決めていたらしい。今回の一件もそうだが、かねてより社員から加藤課長について苦情が来ていたとのこと。加えて俺は課長の報告する数字がおかしいことも現会長に相談した。会社の収益に関わる重要な部分であるため、新社長としては見逃せない。
日本に残った数名の社員に依頼して加藤課長について調査してもらった。その結果、不正の証拠は次々に出てきた。過去数年間にわたって着服を繰り返していたようだ。そんなことを繰り返していた加藤課長はもちろん解雇。会長から話があった通り、グアム旅行から帰ってすぐに辞令が出た。発展を妨げるもの、皆の足を引っ張るもの、それらの言葉はどちらも彼に向けて放たれたものだったのだ。それから彼のことに関して弁護士に相談することになった。会社の金を懐に入れていたとなれば、それは立派な罪だ。しっかりと償ってもらう必要がある。会長も俺も社員一同も慈善で働いているわけではないからな。俺が社長に就任してからもう半年が経った。ひとまずの目標は残業を減らすことと生産性を上げることだ。転職してきたばかりの頃に家内でやっていたことを会社全体に広めるよう促した。それからフレックス制やリモートワーク制なんかも積極的に取り入れた。誰もがのびのびと働ける環境を整えることが社長としての最初の仕事となった。このシステム改革は好評で、社員たちからも様々な意見をもらえている。高橋社長、あ、田中さん、どうされました？家内で話し合っていたのですが、社内連絡用にチャットを使うのが良いのではないかと思いまして、その方が気軽に確認できますし、スムーズかと。チャットですか。そうですね。確かに便利かもしれません。今度の役員会で話題に出してみますよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。今の田中さんのように、場所や時間を問わず相談しやすい環境になったのは、俺が高いところに座るのを嫌ったからだ。なるべく社員と共にランチタイムを過ごし、笑顔で話すことを心がけたのだ。これはうまく効果を発揮してくれているようであった。グアムの会社で学んだ自由な働き方、日本の会社で学んだ日本人の勤勉な勤務態度、この2つをいいバランスで融合させたことで、会社の生産性は右肩上がり。そんな会社の様子を見て会長は満足げだ。完全に安心しきっていて、今は世界一周旅行に出かけている。隠居生活を満喫しているようだ。会長、俺、そしてグアムの方で社長に就任した一郎の3人で行う月に一度のウェブ定例会議で、その様子が実況される。ひとしきり大笑いした後、仕事の話を始める。俺としてもこの流れが楽しみになってきていた。風通しの良い職場、メリハリのある職場、ストレスフリーな職場、そして誰も目の敵にされない職場、これが良い職場だと一言に表すのは困難だ。それでも俺は社員の声を聞いて、一つ一つの理想を現実にしていくつもりだ。そうやって積み上げられたものが会社をより良くしていく。そう信じて、俺はもっともっと高みを目指していこうと思っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また、次の動画でお会いしましょう。